史上最多4度目となるスペインの優勝で幕を閉じたユーロ2024。今回はそんなユーロにまつわる50の面白いエピソードを紹介していきます。ユーロの出場国が出揃い、組み合わせ抽選会が行われ、抽選結果のプレゼンターとしてスペインのレジェンドダビド・シルバが登場。すると抽選が行われている最中に、ある YouTuber のいたずらで卑猥な音声が流れ出し、必死に笑いをこらえて抽選結果を読み上げているシルバの様子が面白すぎると話題に。ユーロ開幕が迫り、ユーロの話題が日に日に増えていく中、日本ではどこでユーロが放映されるのかがなかなか決まらず、サッカーファンは不安を募らせていました。開幕まで1週間を切った6月8日にワウワウがユーロの放映権獲得を正式に発表。その2日後にアベマが全試合無料生中継をすることが発表され、サッカーファンたちはどのように課金をしていけばお得にいろんな試合を見れるのかと情報が錯綜し大混乱。最終的に導き出された結論は、ダゾーンは一体何やってるんだ。ドイツ対スコットランドの開幕戦では、アベマの解説で引退したばかりの長谷部誠が解説デビュー。どのような話をしてくれるのかに注目が集まっていましたが、ナーゲルスマンと試合中に大喧嘩した、フランクフルトはグロスを欲しがっている、ギュンドアンと一緒に指導者ライセンスの講習を受けていた、彼はサッカー IQ がすごい、キュルクルクは喋っている時に声が抜ける、それが可愛い、ユディガーと試合中に喧嘩した、ユディガーこのシュートよくやるけど入ったことあるんですかね、とリディガーへの煽り、そのリディガーがオンゴールをしてしまう流れなど、長谷部しか持っていない経験から来る解説が大きな話題。アルバニアとイタリアの一戦では、イタリアが史上最速となる開始23秒で失点を記録。するとネット上で国家斉唱に全力を捧げすぎて試合前に力尽きてしまっていた説が囁かれてしまう。スロバキアとベルギーの試合では、何かとネタにされてしまうことの多いネット民のアイドルルカクがゴールを決めた後、 VAR が介入。今大会から導入されているボールに内蔵された感性センサーの波形図が画面に表示されると、ネット上では VAR の結果を待つルカクの心電図と盛り上がり。オランダとポーランドの試合中、オランダの監督クーマンが鼻をほじり、ほじった手を舐めている瞬間がカメラに抜かれてしまい、海外のネット上でトレンド入りしてしまう。さらにその試合でオランダのレジェンドルートフリットに扮した3人組の白人男性の様子が放映されると、人種差別的だと大炎上。そのうちの一人が、素晴らしい反応ももらったが違う意見を持つグループもいた、人々を傷つけることはしたくないのでもうやらないと釈明。ちなみに当のフリットは光栄に思っているとコメント。ユーロ史上最多となる6大会出場の記録を樹立したロナウドは、気合が入りすぎてキックオフの笛が吹かれる前に相手陣地に走り込み、最速での反則行為を記録してしまう。前回のユーロで心停止をしてしまったデンマーク代表のエリクセンが、ユーロ復帰となる記念すべきスロベニアとの試合でゴールを決めたことで、その映画のような劇的なストーリーが話題に。彼はペースメーカーをつけています。今年の初め、不倫や隠し子2人の発覚などなんやかんやあったウォーカーは、元妻とその子供たち、現在の妻とその子供をユーロに招待。元奥さんは他のイングランド代表のパートナーの人たちと試合を観戦。現在の妻は別の場所で観戦をしていましたが、2人が顔を合わせることがないよう厳戒態勢のセキュリティが敷かれていた模様。クロアチア戦でアシストを記録したアルバニア代表のジャシル・アサネが履いていたスパイクには、マリオとルイージが描かれており、なんて可愛いんだ、このパワーをもらったのかという声が寄せられる。ルーマニアとベルギーの試合では、デブライネの見事なスルーパスからルカクがゴールを決めますが、 VAR 介入の結果オフサイドの判定に。ルカクはこれまで2試合合計で3度も VAR によって得点を阻止されており、 VAR でハットトリックを決めた男と揶揄されてしまう。グループステージ1戦目で鼻を骨折してしまったエンバペは、フランス国旗を模したド派手なマスクをつけて練習に登場。結局 UEFA の規定によりおとなしめのマスクに変更されましたが、マスクをつけたエンバペの姿が以前から似ていると言われているニンジャタートルズにそっくりすぎて、海外のネット上でいじられてしまう。スペイン対イタリアの一戦の裏では、アベマにおいて高度な戦術的解説とちょっとした小ネタに定評がある林良平と、名誉イタリア人であり現地情報から仕入れてくる豊富な細かすぎる面白ネタに定評がある北川義孝の対決に注目が集まっていました。ロドリのシュートに対する史上ダダ漏れの入らなくてよかったですというコメントや、2人の小ネタのお披露目合戦、北川さんがスペインの監督デラフエンテが空き時間に試合をチェックしているという話を振り、僕も見てますという林さんの回答を気にしている北川さん、試合後に始まったイタリア反省会など2人の試合は終始北川さんが圧倒していた模様。少し流れたんですがさ、ロレンツィ決めろ。ポルトガルとトルコの試合前、エスコートキッズを務めていたポルトガル人の女の子が大ファンであるロナウドを間近で見て大興奮している様子が可愛すぎると話題に。そのトルコとの試合中、チャンスシーンでロナウドとカンセロの意図が合わず、お互いに怒りをあらわにしている間に、その流れたボールをトルコの選手がバックパスをすると、そのままオンゴールに、一瞬にしてロナウドとカンセロが仲直りを果たす。
さらにはその試合中に子供がピッチに侵入、ロナウドの元に駆け寄っていき、ロナウドはしっかりセルフィーに応じる神対応、子供が警備員から逃げる様子に観客は大盛り上がりを見せ、少年が捕まると会場は大ブーイングに包まれる。抱えている豪華なタレントの割に苦戦をしていたイングランド代表監督サウスゲートの会見での発言を BBC が曲解した内容で報道してしまったため、世界中でフィリップスの代わりがいないという問題発言をしたとして大きな議論を醸してしまう。ドイツ対スイスの試合においてスイスが先制点となるゴールを決めた際に際どい判定だったためオンサイドである証拠の画像が示されると、リュディガーの癖が強すぎる走り方ゆえにオフサイドが取れなかったとして、もし彼が普通の人間のような走り方さえしていればといじられてしまう。各チームが 2,3 試合消化していた6月25日現在までのゴールランキングをまとめた表において VAR とオンゴールがワンツーフィニッシュを決めているネタ画像が作成されてしまう。ちなみに VAR の9ゴールのうちルカクは3ゴールに関与。イングランドの試合があまりにも塩試合すぎたため日本のファンの間でも寝落ちする人が続出、さらにはベンチでゴードンがあくびをしてしまう姿が放映されてしまったり、スタジアムの座席で寝落ちしているイングランドサポーターの様子が話題に。ちなみにイングランドサポーターの写真は試合が始まる2時間半前の写真とのことでしたが、試合中に睡眠してしまう異常な状況を疑う声は少なかったようです。クロアチアがグループステージを突破するには勝利が求められていたイタリアとのグループステージ最終戦は38歳のモドリッチが PK を外してしまったものの直後に先制点を決めクロアチア勝利かと思われましたが、イタリア代表が土壇場で同点弾を叩き込み試合は引き分けに終わりました。その試合でプレイヤーオブザマッチに選ばれ写真撮影をされたモドリッチは前回のワールドカップにおけるハバーツを彷彿とさせる何とも胸が痛くなる表情を見せてしまう。グループステージ最終戦となるジョージアとポルトガルの試合でジョージアが見事勝利を飾り、グループステージ突破を決めた後喜びを爆発させていたエースのクバラツヘリアがすぐにロナウドに駆け寄っていく姿が見られました。クバラツヘリアはロナウドが2013年にジョージアで開校したアカデミーの出身者であり、幼少期からのアイドルであったそのロナウドとユニフォームを交換、すぐにロッカールームで着用しロナウドのユニフォームとプレイヤーオブザマッチのトロフィーとともにドリームと書かれた感動的な写真をインスタグラムに投稿する。そんなジョージアの躍進を喜んだ元ジョージア首相の大富豪であるイバニシビリは代表チームに対して個人的に約17億円のボーナスを支給。グループステージ最終節におけるトルコ対チェコの一戦は注目していたファンも少なかったとは思いますが、審判の議論を醸す多くの判定により試合は終われ、チェコは前半から退場者を出し審判からのコミュニケーションは少なく抗議に対しては容赦なくカードを連発、徐々に両者の緊張感が高まっていきました。アディショナルタイムにトルコが劇的な勝ち越しゴールを決めた際にはトルコの選手はチェコの選手をわざわざ煽りに行き、試合が終わると選手のフラストレーションが爆発、乱入してくる観客、両者の間で起きるいざこざ、主審は大量にカードを配布、なんともカオスな幕切れとなり、ユーロ史上最多となるレッドカード2枚、イエローカード16枚、計18枚のカードが提示された歴史に残る試合となりました。ちなみにこの試合を裁いたイシュトバンコバーチには UEFA から帰国命令が出た模様。試合中に悪病をかましていたイングランド代表のゴードンは記者たちの前に傷だらけの姿で登場。サウスゲートにしばかれた説もありましたが、傷の原因は電動自転車に乗っている最中家族に送るビデオを撮影しようとして転んでしまったことらしく、記者から補助輪とヘルメットをプレゼントされる。ラウンド16のイングランドとスロバキアの試合を前にして、イングランドが大会前から指摘されている左サイドバックについて、本職の選手は怪我を抱えるルークショーのみ、その当人もなかなかコンディションが整わない状況の打開策として、イアン・ライトが以前アーセナルでも左サイドバックとして出場したことのあるサカを推薦。そのことについて質問されたサカが、僕を左サイドバックにするのが解決になるとは思えないと発言をしていました。するとスロバキアとの試合中、左サイドバックを務めていたトリッピアが怪我で交代を余儀なくされると、左サイドバックに置かれたのはまさかのサカ。思わぬ形でイングランド代表での左サイドバックデビューを果たす。そのスロバキアとの試合で試合終了間際にチームを救う劇的な同点ゴールを決めたベリンガムが仲間との内輪ネタでやってしまった卑猥なジェスチャーが問題視され、執行猶予1年がつく1試合の出場停止処分と罰金3万ユーロを課されてしまう。ベルギー代表のオナナはラウンド16でのフランス代表との試合を前にして、ベルギー代表公式の企画としてエンバペのスネを蹴るのはと聞かれ、オナナ、アマドゥオナナと答える挑発的な動画に登場。激しいファールの予告とも取れるこの動画の内容が大炎上し、ベルギー代表は動画をすぐさま削除し謝罪する。そのフランスに0対1で敗れた試合後にデブライネがミックスゾーンで取材を受けていると、なぜベルギー代表は黄金世代に何も勝ち取れなかったのかという失礼すぎる質問が飛び、フランス、イングランド、スペイン、ドイツには黄金世代がなかったのか、そうかい、どうも、と答え、すぐにその場を後にして馬鹿げている不快感をあらわにする様子が話題に。
ラウンド16でポルトガルとスロベニアの試合は、試合中にロナウドがメッシのユニフォームを掲げられて煽られたことも話題になりましたが、延長戦で獲得したロナウドの PK がオブラクのスーパーセーブに阻まれた際に、イギリスの公共放送である BBC で流れていた試合映像にクリスティアーノ・ペナウドと表示される前代未聞の刃が発生し大炎上。PK を止められてしまったロナウドが PK 戦を前にして涙を流し、多くのポルトガル代表の選手がロナウドを励ましていた印象的なシーンの後、ロナウドが1人目としてきっちり PK を沈め、ゴールキーパーのジエゴ・コスタが PK 戦で3連続セーブを決め、ポルトガルが勝利をしました。試合後に PK 戦を前にしたロナウドの心拍数を表すグラフが公開され、最も心拍数が低かったのは2度目の PK を蹴った時だったという意味のわからない強心臓っぷりが示されていた模様。今大会が終わると引退となるクロースをする開催国ドイツとスペインの事実上の決勝戦とも呼ばれていた準々決勝の試合を前にして、スペイン代表のホセルはモドリーの同僚であったクロースに対して引退させてやると冗談めかして語ったことが話題になりました。試合ではクロースがなかなか激しいプレーを見せる中、試合は延長戦にまでもつれ込み、スペインが値千金の勝ち越しゴールを決め、足がつってしまうほど走り、珍しく途中交代せず試合に出続け、くしくも延長後半終了間際の盟友カルバハルの決死のレッドカードで得たフリーキックを蹴るのはクロース。ボールはゴールキーパーへと吸い込まれ、試合終了の笛が鳴り響き、クロースの現役生活は幕を閉じました。今後はレジェンドご意見番としてどんな発言を見せてくれるのか非常に楽しみにしています。エンバペとロナウドの対決に注目が集まったフランス対ポルトガルの試合では、ヤマルのお父さんよりも年上である41歳のペペが後半のアディショナルタイムという一番苦しい時間に見せた途中交代で出てきたテュラムへタックルを決め、雄たけびを上げる姿が話題に。ちなみに元フランス代表のレジェンドでもあるテュラムのお父さんは52歳である。そのポルトガルとの試合でプレイヤーオブザマッチに選ばれたデンベレがフランス代表のチームメイトたちから茶化され、ティラムからはトロフィーに水を注がれ一気飲み、最後は恒例の自撮りで締めた模様。フランスはこのポルトガル戦の勝利によって試合の流れから2チームの選手が決めたゴールは全くなく、オンゴール2点と PK1 点の3得点のみで準決勝に進出するという60年ぶりの珍記録を達成する。同じく準々決勝のイングランド対スイスの試合では、後半にスイスが先制点を決めるとサウスゲートは怒涛の3枚替えを決断。すると第4審が掲げた交代番号には10番が示されました。実際これは誤った番号が掲示されただけでしたが、交代に異を唱えてピッチに留まろうとするベリンガムの様子や審判も確認をする様子が話題に。そのスイスとの試合は PK 戦にまでもつれ込み、イングランドの勝利に終わった試合の後、ピックフォードが持っていたスクイーズボトルにスイスの選手それぞれの PK での対応が書かれたものが巻かれており、この PK戦でアカンジュの PK を止めたことが必然であったことが話題になりました。ちなみにアカンジュが PK を蹴る際にシティの同僚であるウォーカーはアカンジュが蹴る方向に指を指し仲間を撃っていた模様。日本のサッカーメディアサッカーキングのイングランド班が出す動画のタイトルが、イングランド代表を応援しているサポーターの気持ちを表すかのような、あまりにも情緒が不安定すぎるタイトルの変遷を見せてしまう。準決勝でのスペインとフランスの試合では、試合前にヤマルにプレッシャーをかけていたラビオを前にして、16歳のヤマルが最年少ゴール記録となるゴラスを叩き込み、それをスタンドで見ていたペドリの反応や、来シーズンヤマルをどう止めるか思案しているかのようなカルバハラの様子が話題に。反対の山であるオランダとイングランドの試合の主審は、以前八百長に関与したとして処分を受けた経験のあるスバイヤーが主審を務めることになり、試合前から話題となっていました。実際の試合ではいくつかの議論を醸すジャッジがあり、試合が終わると主審は選手と握手すらせずにすぐに屋内に駆け込んで逃げてしまう。なんだかんだ決勝まで進んだイングランド代表ですが、試合内容が抱えているタレントにしては芳しくないと評価されていたため、イングランド代表の公式チャンネルでサッカー以外のスポーツ、パデル、バーチャルゴルフ、クリケット、サイクリング、ゴルフとリフレッシュをしている姿が流れるたびに批判の的とされてしまっていた模様。ドイツの警備員の一人がイングランド代表監督のサウスゲートにそっくりすぎて大人気となり、同僚にすらカメラを向けられてしまう。今大会はピッチへの乱入者の数が非常に多いことが問題となっており、その影響は選手にまで波及。侵入者を追っている警備員からポルトガル代表のゴンサロ・ラモスやスペイン代表のモラタが大事には至りませんでしたが、不意にタックルを食らってしまうという事態にもなっていました。一番とんでもない侵入者はドイツとデンマークの試合でスタジアムの屋根に登り逮捕された人物でしょう。本人曰く、いい写真を撮りたかった。死んでしまいます。イギリスではユーロの決勝戦の翌日である月曜日に病欠で会社を休む可能性があると報じられたため、各企業は嘘をついて休まないように警告を発する事態になりました。ちなみに2021年のユーロの際には、病欠という嘘の理由で月曜日に休暇を取った女性がイングランドの準決勝を現地で観戦、カメラにも抜かれ上司に嘘がバレてしまい解雇を言い渡されたという出来事がありました。そして皮肉にも彼女の会社は月曜日の午前中を休暇として従業員に通達していた模様。
決勝の試合前会見でスペイン代表のダニ・オルモが未だにメジャータイトルを獲得できていないケインの無冠の呪いについて記者から問われると、ドイツでケインのトロフィーの呪いを継続させた、まだ呪いは終わってないよとクロースを彷彿とさせる畜生発言をしてしまう。イングランド代表でのインタビューではライスが登場、記者がラビオの時のような煽りを求めたのかヤマリについて質問をしますが、コロナが流行っていた時に彼はまだ12歳だった、信じられない才能だ、彼が16歳でバルセロナでやってのけたことを考えると称賛せざるを得ないと優等生のような満点回答を見せつける。そのスペイン対イングランドの試合はロヤルサバルの劇的な勝ち越しゴールでスペイン代表が勝利、史上最多4度目となる優勝を決め、ケインの呪いは継続。試合中にベンチに座るケインの何とも言えない姿がカメラに抜かれました。ケインのタイトルへの呪縛はいつ解けるのでしょうか。ちなみにその試合中、アベマの解説を務めていた牧野は、ロドリは大学に通っている、ニコはバルサ移籍が決定したなどの小ネタを披露しますが、ロドリはとっくに大学を卒業しており、ニコはまだ噂の段階。すると日本では牧野適当がトレンド入りを果たし、長谷部からも良かったじゃん適当なのが世間にバレてと突っ込まれてしまう。大会序盤で元イングランド代表のガリー・ネビルが、スペインのディフェンスは優勝までとなると何かが足りない、その一例がククレジャが出ていることを公の場で批判の言葉を投げかけました。するとそのスペイン代表は決勝でイングランド代表を破り優勝を決め、ククレジャはほとんどの試合に出場。優勝決定後にククレジャは、我々は最後まで行きましたよガリー、サポートありがとうと痛快な煽り返しを SNS に投稿する。ちなみにククレジャは大会前に奥さんと、スペインが優勝したら自分の髪を赤色に染め上げると約束をしていたらしく、奥さんは強制ではないと言っていますが、赤色の髪を揺らすククレジャを拝める日が来るかもしれません。スペインのマドリードで行われたスペイン代表の祝賀会において、キャプテンのモラタは共に戦った選手に対してねぎらいの言葉をかけていましたが、先日17歳となったばかりであり大会最優秀若手選手賞とアシスト王をダブル受賞したヤマルには、大会中に頑張って学校の課題をこなし卒業を決めていたため、卒業おめでとうのメッセージを送る。さらにその祝賀会の中でモラタとイングランドのチームでプレーをするロドリが、決勝でイングランド代表を破ったこともあるのか、イギリスとスペインの間で領土問題となっているジブラルタルに関して、ジブラルタルはスペインだという政治的な主張を叫んだ、サッカー界で大きなニュースが飛び交い、アルゼンチン代表のチームバス内で起きたフランス代表への差別的なチャント、佐野海舟の現行犯逮捕、エンバペのマドリー入団セレモニー、サウスゲートのイングランド代表監督退任発表など、ビッグニュースが連発するとんでもない一日となる。ということで今回はユーロにまつわる50の面白いエピソードを紹介してきました。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。それでは。